松代の、そして日の本の未来を切り開く構成を高らかに響かせよう。で、ね、お父さんお母さん、お父さんお母さんいる。ただいま、福島市気温時期が舞いながらこちらの交差点を見歩いております。池町気温時期は毎年夏の末に4歳において町内を練り歩き、暴れ八坂神社に奉納されます長野市伊勢民族文化会でございます。皆様、ぜひともこの機会に池町気温時期をご覧ください。行列の神社をご紹介いたします。行列神社神代湖に登場いたしますのは田中正幸会でございます。正幸は武田24将にも数えられ、その優れた戦略、知略で田中家を天守大名に仕上げました。田中正幸を演じ起乗いたしますのは長野市商工観光部長高橋花野様でございます。正幸に付き従いますのは井出浦正助です。正助は正幸信幸に仕え岩光城最後の城代を務めるとともに東忍中を統率しました。北条攻めにおいては押し城攻めでも活躍しました。演じますのは一般公募で愛知県からご参加の藤本忠義様でございます。続いて登場いたしますのは戦略部長後の会の皆さんです。この会にご参加の皆さんは歴史好きの皆さんで、衣装も自前で参加してくださいました。皆様をご紹介いたします。静岡県からご参加の前田秀樹様、群馬県からご参加の清水孝夫様、神奈川県からご参加の野戸健二様、新潟県からご参加の三浦光三様、神奈川県からご参加の鴨井浩二様、愛知県からご参加の久保俊也様、愛知県からご参加の南照之様、群馬県からご参加の野村茂雄様、群馬県からご参加の赤井義雄様、群馬県からご参加の田村大輔様、茨城県からご参加の上田恵梨香様、神奈川県からご参加の山本義孝様、埼玉県からご参加の高橋徹様、埼玉県からご参加の秋池大住様です。ありがとうございます。はい、ご苦労さん。ありがとうございます。はい、ご苦労さん。梅田さん、ご苦労さん。続けてきた通で参加の地元松代の地域振興のために活躍しています。また本日は上田市より風サークルヒント、上
上田城滑空隊、小諸市より小諸線の滑空隊の皆様が入場指定しております。半分配る。はいよ。腹を取った。この打順番の出場率には毎年ご参加をいただいております。会長、室田裕二様、他10名の皆様です。続いては、やりぐり保存会によるやりぐり会です。こちらは、吉池優様、他20名です。鋳物の大熊蹴鞠は、重さが約30キロあり、槍を振ることにより、幅約2メートルまで開きます。その侍は田中会と松代少年剣道クラブの子どもたちです。続いて茶屋町を先頭に登場するのは信行の正室小松殿です。
本多忠勝の少女うな姫で徳川家康の養女となり信行のもとに嫁ぎました。最後の誉れ高く小松姫の向こう選びなどさまざまな逸話が残されております。また城山に追放になった正行信繁に食料や日用品を送るなどの配慮を怠らず城西剣舞の誉れも高かったと言われています。演じますのは一般公募で地元松代からご参加の高橋歩美様、また小松姫新選大使平田由衣さん、牧野真由美さんでございます。続いて固定になりますのは小松殿の幼少時代稲姫でございます。演じますのは一般公募でご参加の地元松代町の水野愛理ちゃんです。同じく固定になりますのは信行と小松殿の少女万姫、次女正姫です。万姫は島原藩、初代藩主、光力忠太と言いました。演じますのは一般公募で地元松代町からご参加の長谷川愛ちゃんです。正姫は新山藩主、佐久間康政の長男、佐久間勝宗と言いました。演じますのは愛ちゃんの妹、長谷川美希ちゃんです。ただいま本部テント前にやりふり保存会によるやりふり隊が到着いたしました。ただいま、やりふり隊が本部に到着いたしました。かつらは、吉井家龍様、ほか20名です。見物の大久保宮には、重さが約30キロあり、やりを振ることにより、幅約2メートルまで広がります。どうぞ、ご注目ください。また、黒山に追放になった、正行と信繁に、食料や日用品を送るなどの配慮を怠らず、城西剣舞の誉れも高かったと言われています。演じますのは、地元松代からご参加の高橋歩美様でございます。続いて、腰に乗りますのは、真田信行が登場いたします。北条からの徳丸城奪還、岩見城死守、徳川との第一次織田合戦、北条征伐など数々の戦で正行とともに、あるいは一人で武勇を挙げました。その後有名な犬伏の別れで父正行、弟信繁とたもとを分かちました。大阪の陣の後、
上田藩よりこの手に過剰違法され松代藩の礎を築きました。真田信之を演じ騎乗いたしますのは真田家14代当主真田幸俊様でございます。松代藩初代藩主真田信之の登場です。真田信之を演じ騎乗いたしますのは真田家14代当主真田幸俊様でございます。延べ駅に引き従いますのは鈴木右近でございます。右近は上州ダフルビ城代鈴木重則の長男です。正幸後に延べ駅に仕え松代藩の家老を務め晩年の延べ駅に生涯で譲りました。演じるのは鈴木家の末裔鈴木秀明様でございます。友達代は田中会と松代少年剣道クラブの子供たちです。本日の先頭に登場するのは信之の正室小松殿です。本坂高志の長女稲姫で徳川家康の養女となり信之の元に嫁ぎました。最初の誉れ高く小松姫の婿選びなど様々な逸話が残されております。また古山の追放になった正幸信之に食料や日用品を送るなどの配慮を怠らず領裁権力もまでも高かったと言われています。演じますのは一般公募で地元松代からご参加の高橋愛美様また小松姫の親善大使日高唯様松野真由美様でございます。こちらに乗りますのは小松殿の御家時代神宮でございます。演じますのは一般候補でご参加の地元松代町の水野愛理さんです。同じくこちらに乗りますのは信之と小松殿の長女万姫次女正姫です。ザキツラを演じ、騎乗いたしますのは、長野上皇さんの会場で、関西に来た、大統領官官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 演じますのは愛ちゃんの妹長谷川美希ちゃんです。続いての登場は松代藩第3代藩主真田幸光でございます。幸光は若干2歳で家督を継ぎ幕命により